真是让人受不了。你说你一点也帮不上忙。不要生气，会长皱纹的。你到底反省不反省？谢谢你啊！啊，다녀왔어뭐다스게되고났어요무슨말이었던가実はキネイ君、動物園にキリンの写真を撮りに行ったら道に迷っちゃったらしいんですよ。僕のせいじゃないんですよ。動物園が広すぎるんだよ。そうだけどさ、もう記事書き終わってるの。写真がないと困るじゃない。でも地図持ってたんでしょ。你有没有地图？我有地图。ほら、動物園の地図。なんだ、地図あるんじゃない。あ。じゃあさ、俺がパパって言ってこう近親チュチュチュって取ってきてあげるよ。我要通信。まあ無理だと思うんだけどな。お、俺が何キネ君いい写真撮れないと思ってんの？本当はさ、俺のこと怖いんじゃないの？何言ってるんですか谷原さん。谷原さんこそ道に迷って動物園までたどり着けないじゃないですか。そもそも中国語で道を聞けますか？そんなのもちろん聞けません。チェンゾー、チェンゾー、チェンゾー、いやそのお菓子を食べてる場合ではありません。実は僕は今中国語で道を尋ねることができないことにやっと気づきました。あ、そうですか。大丈夫ですよ。今日の日本人在北京を見ればその言い方はバッチリですよ。はい、你也吃吗？あ、好吃。谢谢、谢谢、谢谢。あ、ダイエットは？もう今は言わないね。はい。主人公是手冢超子女士，她和女儿李子来到北京市西边的北京动物园。这里是北京市民休闲的场所，在这里可以看到各种各样的飞禽走兽，老虎好凶猛。今天我们来学习一下各种动物的名称。长颈鹿、孔雀、斑马、河马、熊猫。李子最想看的是熊猫，不过他们一直找不到熊猫在哪里。这虽然也是熊猫，不过是小熊猫。妈妈，我想看熊猫。好，我们去熊猫馆。熊猫馆在……我去问问吧。阿姨，请问熊猫馆在哪儿？熊猫馆在里边。谢谢阿姨。不客气。李子终于知道熊猫馆在哪里了，太好了！那么再听一遍吧。阿姨，请问熊猫馆在哪儿？熊猫馆在里边。谢谢阿姨。不客气。熊猫馆终于找到了。哎，熊猫在哪儿呢？正在吃早饭呢，真可爱。熊猫喜欢早上活动，其余的时间都在睡大觉。和妈妈一起看了大熊猫，李子心满意足了。リコちゃんの爪の赤を煎じて飲みたいです僕は。上手ですね。はい。まあ中国で暮らしていると上手になりますよ。やっぱ使うことが大事なんですね。そうですね。谷原さんもそのうちですから。頑張ります。キーフレーズはどうですか？あ、それは全くわかりませんでした。そうですか。はい。じゃあ単語からいきますか。はい。はい、ちえちゃんお願い。はい、チェンゾン。よろしくお願いします。はい。先ほどの VTR にも出てきましたが、今日のレッスンで使う単語です。はい、熊猫、パンダ、
长颈鹿キリン、狮子ライオン、老虎トラ、企鹅ペンギン、動物園動物園、售票处チケット売り場。以上です。ありがとうございました。いえ、はい、はい、単語を覚えましたね、はい、じゃあそれを活かしながらもう一度聞いてください、はい、キーフレーズです。熊猫館在哪儿？熊猫館在哪儿？熊猫館在哪儿？よく言えました。あ、これはこの間習ったどこっていう意味でしたよね。どこですね、はい、熊猫はパンダで、はい、館は図書館の館の簡体字ですね。館っていうことですね。館というパンダの館、パンダの館。そうです。チェンド、そういえばこの在は、はい、以前習った何々しているということですよね。以前は、そう、じゃあパンダはどこで何してるってことですか確かに在は進行を表す副詞の在を習いましたね、はいはい、今日は実は違う在なんですね。あ、そうなんですか、はい、在がポイントです今日の、はい、それでは在の使い方聞いてみましょう。はい。糟了糟了，又要来不及报告了。哎，这张地图怎么看？哎，黄鹤，嗯，长颈鹿馆在哪儿？在那儿。在这儿吗？长颈鹿馆不在这儿，在那儿。哎，嗯，哎，黄鹤，嗯，那动物园在哪儿？哦，嗨，今の例文から今日の方程式を探っていきましょう、はいはい、こちらです。長颈鹿馆在哪儿、はい、在那儿、キリンでしたよね。でキリン館、そうです、はい、でナールは、どこっていう疑問ですから、はい、キリン館はどこにあるのですか。はいはいはい、その線で、うん、はい、そしてで、そこにあります。その通りです、はい、もう一つありました、はい、長颈鹿馆不在这儿。キリン館はチャーはここですから、はい、で在の否定になってるんでここにはあります。キリン館はここではありません。素晴らしいです。ということは在の意味がもうお分かりですね。今日のキーフレーズは、はい、パンダ館はどこですか、どこにありますか、どこにありますか。はい、いいですね。では方程式を見てみましょう。在は動詞です、はい、まず主語が来ます、はい、主語は物か人ですね。そして在、そして後ろは場所語が来ます。場所語は、このなとか、はい、なとかちゃですね、はい、代名詞、そして地名とかですね、はい、何が、はい、誰誰がどこどこにある、あるいるという構文ですね。なるほど、はい、これからもうちょっと聞いてもらいますが、はい、この場所を表す言葉に気をつけながら、はい、次の会話を聞いてください。はい、这地图上怎么没有老虎馆啊。哎，黄鹤，嗯，老虎馆在哪？老虎馆在企鹅馆的右边。企鹅馆的右边，那企鹅馆在哪？企鹅馆在售票处的前边。那售票处在哪？售票处在企鹅馆的后边。企鹅馆的后，懂了，这么简单啊。嗯，